今ですね、NHK でパラレル東京ですか、なんかね、首都直下地震が起きたらどうするかみたいな、そんなねシリーズやってるんですけども、これね、すごく興味深く私毎晩毎晩見させてもらってるんですけども、ここで私がね、ビジネスになぞらえて言えるのは、こういうふうな危機災害が起きた時に助けを求める人と積極的に周りの人を助けてあげれる人と2種類に分かれるんですよ。同じ被災者でもですよ、体力があったり知恵があれば周りの人を守ってあげれます。その体力とか知恵っていうのは何も起きてない今鍛えておくものなんですよね。で、お金を稼ぐことも一緒なんですよ。チャンスが来た時に自分の知恵を働かして、ビジネスセンスを働かして売り上げを作れるかどうか、それをね、普段から鍛えておかないとチャンスが来ても使い切れずに過ぎ去ってしまうわけですよね。さあ、いかがでしょうかね皆さん。私たちは何か困った時に誰かに助けを求める、そんなことがよくあると思います。でも逆にですね、周りの人が困った時に自分はその人たちのために働くことができるでしょうか。それがだからビジネスだと思うんですよね。教える側になれって吉谷さん言われてましたけども、困ったことがあった時にただ情報を探すだけの人と、これ困ってるだろうなと思って毎日ね動画を発信してる人、この間に1億とずれるの大きな差があると思いませんか。皆さんはね、これ動画を見てる皆さんは動画を受け取るばかりの人ですか、それとも毎日毎日動画を解決のために、何かこの動画の一本の解決っていうのは、この動画を見たらどんな問題が解決するかっていうのを意識してたくさん作っているか、どっちかだと思うんですけどね。ちょっとぐちゃぐちゃになりましたけど、もう一回言いますよ。困った状況っていうのは誰にでも起きます。困った状況が起きた時に、困った状況に手を差し伸べて助けてあげれるような、そんな立場にあなたがなっているのか、それとも困った状況があった時に助けてください、お願いします、助けてくださいっていうだけなのか、どっちかなんですよ。じゃあ稼げる人と稼げない人の差って分かりますよね。そして信頼される人とされない人の差もここに大きく出ているんですよ。億万長者の道に進むということは1億個の解決方法を持っていると言ってもいいでしょうね。で、収入がない人は1個か2個解決方法を持っているのかもしれませんけども、その解決方法は誰もが持っているものなので、お金を生まないっていうふうにね、捉えた方がいいんじゃないかなと思います。冷静に自分に何ができるのか考えてみると、よくよく分かってきます。自分の何ができるか、何もできないってことなのかなと思います。稼げないということは何もできてないというふうに、あまり言いたくはないですけども、捉えた方が自分の足元をしっかり見ることになるんではないでしょうか。